エメは、日本の女性歌手、作詞家である。プロフィール非公開。所属レーベルは、SACRA MUSIC、所属事務所はagehasprings。アーティスト名は、自身の長年の愛称である、エメに由来し、フランス語で、愛する、好むを意味する動詞である。バンドでベーシストを務めていた父親の影響で、ジャズやブルースなどをはじめとした音楽が身近な環境で育つ。音楽好きだった父の影響で小学校でピアノを習い始め、椎名林檎や宇多田ヒカルの声色を真似して家で歌っていた。中学からはアブリル・ラビーンに傾倒してギターも始める一方、英語での作詞にも力を入れる過程で海外での生活経験も持つ。15歳の頃、過小による酷使が原因で声帯を痛め、治療のために沈黙療法を選択したことで発声ができない期間を約半年間経験するが、そのおかげで歌手になりたいという夢が明確になり、回復後に喉を守るように工夫して歌う中で、現在の声質と歌唱法を確立する。この時の声帯の傷は、デビュー後の現在も完全に治癒しておらず、結節として残っているが、完治すると、今の声は出せなくなるとの主治医の忠告や、この喉でずっとやってきたという思いが、自分の中にはあるという自身の意思もあり、性質を維持するために、現在の状態を保っている。10代後半頃に今敏監督の映画、パプリカを視聴し、激友を担当した、平沢進の音楽世界観に触れ傾倒していった。2011年より、agehaspringsの代表で、音楽プロデューサーの玉井健二らを中心とした、プロデュースのもと、同社のマネジメント部門である4CMに所属し、本格的に音楽活動を開始。2月、J-Wave の番組、HELLO WORLD内で企画された、新人発掘オーディション、SPIDER SOUNDSにおいて、元気ロケッツのリミキサー発掘コンペティションの課題曲として制作された楽曲SPIDER SOUNDSのフィーチャリングボーカルとしてagehaspringsフィーチャリングM名義で客演。4月、コアミックス刊行の月刊漫画雑誌月刊コミックゼノンとのコラボレーションで同名義で楽曲絆を CM ソングとして提供。5月11日、4CMによる公式サイトが開設され、広くに10曲のヒット曲をジャズアレンジでカバーした配信限定アルバム Your Favorite Sings を iTunes Store にて発表。リード曲のポーカーフェイスは iTunes Store のジャズチャート初登場1位を獲得し、アルバムとしても最高4位を記録する。6月6日、9月7日にデフスターレコーズからのメジャーデビューを発表。9月7日、シングル、六等星の夜、悲しみはオーロラに、トゥインクルトゥインクルリトルスターを発表し、メジャーデビュー。デビューに際し、玉井健二と映画監督の広木隆一がコメントを寄せた。以降、12月に2枚目のシングル、リ・プレイ、寂しくて眠れない夜は、2012年2月に3枚目のシングル、雪の降る街、冬のダイヤモンド、5月に配信限定シングル、星屑ヴィーナスを、それぞれ発表。シングル、星屑ヴィーナス購入特典として、初の招待制ライブ、エメプレミエライブを6月8日に開催。7月には、シングル、リ・プレイ、寂しくて眠れない夜は、の、ジャケットアートワークが、パリで開催された写真コンペティション。PX3 の音楽部門で銀賞を受賞。8月に4枚目のシングル、あなたに出会わなければ夏雪冬花、星屑、ヴィーナスを発表した後、10月に、初のオリジナルアルバム、スリープレスナイツを発表。オリコンチャートでは、発売日のデイリーチャートで5位、週間でも11位を記録し、第5回 CD ショップ大賞2013の、後期ノミネート作品にも選出された。発売時には、シンガーソングライターの安倍真央、安倍不曜日、KZ、柳なぎら多数の著名人がコメントを寄せた。10月14日には、大阪で行われた、南ホイール2012に参加し、ライブ出演時には入場規制がかけられる盛況となった。11月に、タワーレコード渋谷店リニューアルオープン記念として、カバーアルバム、Your Favorite Sings にも収録された、ビバラビーダを、同店舗限定で、シングルカット発売。12月に、カバーアルバム、Bitter and Sweet を発表。Your Favorite Sings の収録内容に加え、星屑ヴィーナスが主題歌に起用された、ドラマ、恋なんて贅沢が私に落ちてくるのだろうか?劇中で使用された LOV 等を新録。これに伴い、Your Favorite Sings の配信は終了となった。2013年3月、5枚目のシングル、REIAMEP を発表。表題曲、REIAM は OVA、機動戦士、ガンダム UC シリーズの主題歌として、作曲家の沢野博之から提供及び、プロデュースを受け、週間オリコンチャートで最高6位を記録し、自身初のトップ10入りとなった。また、本作の発売を記念し、恒例となった CD 購入者を対象とした招待制ライブ、エメプレミエライブは、初めて協会を会場として、エメプレミアムライブインチャーチと題して行われたほか、タワーレコード及び、山の楽器での店舗購入者対象にインストアライブを、HMV での店舗購入者対象にジャズクラブでのシークレットライブを、それぞれ特典として招待制ライブが開催された。なお、タワーレコードのインストアライブは、タワーオブラバーズのタイトルで、タワーレコード渋谷店、カットアップスタジオにて、本作以降定例展開されることとなる。7月、写真コンペティション、PX3 の音楽部門にて、シングル、あなたに出会わなければ夏雪冬花、星屑、ヴィーナスのジャケットアートワークで入選し、2年連続での選出となった。8月、星屑ヴィーナス以来の配信限定作品となる、シングル、眠りの森を発表。11月、ミニアルバム、アフターダークを発表。リードトラック、ポラリスのほか、阿部真央が、初の楽曲提供として書き下ろした、ワーズ、エメプレミアムライブインチャーチの東京公演のライブ音源などを収録した。また、同月には渋谷 WWW で行われた、沢野博之のワンマンライブ、NZK001 にゲストボーカリストとして参加したほか、2014年1月に日本武道館で行われた、リスアニ、ライブ-4でも、沢野博之出演パートでのゲストボーカリストとして出演。5月にゼップ東京で行われた阿部真央のライブツアーゴスアニバーサリー阿部真央ライブを力添え願います。ツアー2014の初日公演での共演など他アーティストの公演にも参加を始める。5月6枚目のシングルスターリングチャイルド EP を発表。2度目の沢野博之とのコラボレーション作となった表題曲、スターリングチャイルドは、機動戦士、ガンダム UC 最終章の主題歌として起用された。また、沢野博之による音楽プロジェクトである沢野博之、ヌジーク、及び、機動戦士、ガンダム UC とのコラボレーション企画として、沢野博之、ヌジーク、エメ名義での活動を開始。企画ワンマンライブ、アンチャイルドを、大阪、東京に公演を開催。6月、2枚目のオリジナルアルバム、ミッドナイトサンと、沢野博之、ヌジーク、エメ名義でのコラボレーションアルバム、アンチャイルドを同時発表した。週間オリコンチャートで、前者は最高9位、後者は10位をそれぞれ記録し、アルバムにタイトルのトップ10入りとなった。また、コナミデジタルエンタテインメントが配信している、iOS 音楽ゲームアプリ、ユビートプラス、リフレクビートプラスにて、エメパックの配信が開始され、スターリングチャイルド、REIAM、午前2時、あなたに出会わなければ夏雪冬花の4曲が収録された。8月からは、ワンマンライブとしては、初の有料興行となる、エメファーストライブミッドナイト3を、大阪、東京に公演を開催し、チケットは即日完売となった。9月、ミニアルバム、誰か、海を、EP を発表。表題曲、誰か、海を、は、音楽家の菅野陽子がプロデュースと作曲、シンガーソングライターの青葉一子が作詞を手掛け、菅野が音楽を担当したテレビアニメ「残響のテロル」のテーマソングに起用された。作品にはガリレオ・ガリレイ、アポゲーの永野亮がそれぞれリミキサーとして制作に参加したほか、安倍真央の楽曲「フォーロンリー」のカバーでは、エメ自身が安倍とのコラボレーションを切望したことから、安倍本人をゲストボーカルに迎えて制作された。また、同月には、ガリレオ・ガリレイの楽曲、バナナフィッシュの浜辺と黒い虹をいずえめに、ゲストボーカルとしてコラボレーション参加し、デジタル配信の先行販売が開始された。12月、7枚目のシングル、ブロークンナイト、HELLO WORLDを発表。4枚目のシングル、あなたに出会わなければ夏雪冬花、星屑ヴィーナス以来の両 A 面シングルとなり、収録曲のうち3曲が、タイプムーン制作の PS ビータゲーム、フェイト、HELLOアタラクシアのテーマソングに起用された。発売を記念したタワーレコードでのインストアライブは、タワーオブラバーズボリューム6、クリスマススペシャルと題し、自身初となるクリスマスライブとして開催された。2015年1月からは初の全国ツアー、エメライブツアーメイデンボエッジを大阪、福岡、名古屋、東京の4都市4公演を開催。初日の大阪公演では声が出なくなるトラブルに見舞われながらも全公演を完遂。2月、豊洲ピットで行われた。agehasprings主催のイベント、シナプルズ 2.0、ノーボーダービトウィーンサウンズ、プロデュースドバイagehaspringsに参加。同月には配信限定シングル、君を待つを発表。5月、ミュージックジャケットプロモーションコミッティが主催する、ミュージックジャケット大賞2015にて、ミニアルバム、誰か、海を。EP のジャケットアートワークで準大賞を受賞。同月には、ワンオクロックの全国ツアー、ワンオクロック 2015-35、XXXV ジャパンツアーの横浜アリーナ公演のサポートゲストとして抜擢され、オープニングアクトを務めた。6月、8枚目のシングル、ブレイブシャインを発表。全国ツアー、エメライブツアーメイデンボエッジ大阪公演で声が出なくなった経験が元となって歌詞が書かれた。表題曲、ブレイブシャインは、テレビアニメ、フェイト、ステイナイト、アンリミテッドブレードワークスセカンドシーズンのテーマソングに起用された。シングル発売翌日には、インターネットライブ、ライブアットエニワヤの26回目の放送をニコニコ、生放送で放送されている、インターネット番組、リスアニ、スタジオ特別編としてのコラボレーション企画で行われ、披露された10曲の中から、冬のダイヤモンド、コールドさん、6等星の夜の3曲のライブ音源を、初のハイレゾ配信として、その翌日から3ヶ月限定で配信が開始された。7月、3枚目のオリジナルアルバム、ドーンを発表。夜をテーマに制作された過去アルバム2作品とは、対照的に初めて、夜明けをテーマに制作された本作は、揮発のシングル曲の他テレビアニメ、フェイト、ステイナイト、アンリミテッドブレードワークス挿入歌として、すでに発表されていた、ラストスターダストや、メジャーデビュー前に、漫画雑誌、月刊コミックゼノン CM ソングとして起用された、絆などが初めて音源化されており、週間オリコンチャートでは、最高4位を記録した。同日には、自身初となる、スマートフォン専用対応の公式ファンクラブ、ブライノワールが開設された。9月、沢野博之、NZK のアルバム、大市にゲストボーカルとして参加。NHK 連続テレビ小説、マレの劇中歌として、小林美香が歌唱した、ソングオブのカバーと、沢野が2006年に E-Fay に提供した、楽曲。月の夜のリメイクである新曲、S アベニューの2曲が収録され、うち、S アベニューは、リードトラックとして、ミュージックビデオが制作された。同月からは、全国ツアー、エメライブツアードーンを、金沢、仙台、名古屋、福岡、大阪、東京の6都市7公演を開催。大阪及び東京公演以外は、ライブアットエニウェアシリーズとして、音楽イベントを行う前提でない場所でのライブが企画され、金沢公演は美術館、仙台公演は教会、名古屋公演は小劇場、福岡公演は能楽堂でそれぞれ開催された。またこの年の作品発表をもって、所属レーベルのデフスターレコーズが、レーベル吸収統合に伴い廃止となり、SME レコーズへ移籍する。2016年3月、東京及び大阪のビルボードライブにおいて、M ビルボードライブツアーを開催。5月に9枚目のシングル、9LY EP を発表。沢野博之が楽曲提供及びプロデュースを担当した表題曲、9LYは、M with Cherry 名義として、エゴイストのチェリーがゲストボーカルとして参加し、沢野が音楽を担当したアニメ、鋼鉄城のカバネリのエンディングテーマに起用された。シングル発売直前には、エゴイストの全国ツアー、エゴイストグリーティングツアー2016、サイド A、アンベールオブカバネリにシークレットゲストとして出演し、同曲を初披露した。6月、沢野博之、ヌジークのシングル、Into the Sky EP に、コラボレーションアルバム、アンチャイルド収録曲のリアレンジで、テレビアニメ、機動戦士、ガンダムユニコーン RE0096 エンディングテーマに起用された BLDYF8 EUC- で参加。7月、8月と2ヶ月連続シングルリリースを展開。7月は10枚目となる両 A 面シングル、Insane Dream、明日を発表。表題曲、Insane Dream は、ワンオクロックのタカが、明日は、リンとして、しぐれの TK が、それぞれ楽曲提供及び、プロデュースを手掛けた。8月は、ラッドウィンプスの野田洋次郎が、楽曲提供、プロデュース、コーラスを手掛けた11枚目のシングル、蝶々結びを発表。表題曲、蝶々結びには、ギターと、コーラスに離れ組も参加しており、またミュージックビデオは、エメ自身が、昔から好きだったという岩井俊二が監督を呼び、編集を担当した。19日放送のテレビ朝日系、ミュージックステーションにテレビ番組初出演し、蝶々結びを披露した。同月には、サリューの自主企画ライブ、サリューライブ2016ソノラスウェーブス、大阪公演、沢野博之機動戦士、ガンダム UC による、機動戦士、ガンダムユニコーン RE0096 放送記念ライブイベント、RE、アンチャイルド。9月には、TK from リンとして、しぐれの自主企画ライブ、エラーフォーレーボリューム2などに続けて、ゲスト参加する。9月、デビュー5周年を記念し、公式ファンクラブ、ブラニーノ R 会員を対象とした、招待制イベント、MFIFS アニバーサリースペシャルイベントを開催。ライブパートには、シークレットゲストに、アンドロップの内沢隆人を迎えて内沢からの提供曲、片思いの演奏が行われた。同月より、自身初の全国ホールツアー、Mホールツアー2016ライク、A Day Dream を全国10都市10公演を開催。初日の埼玉公演と同日に4枚目のアルバム、Day Dream を発表。揮発曲でコラボレーションした、安倍真央や揮発シングル曲でプロデュースを受けた、沢野、高、TK、野田らの楽曲に加え、アンドロップの内沢隆人やスキマスイッチのプロデュース曲を収録し、2011年のデビューから築き上げたエメの世界観を壊すをコンセプトに作り上げられた。週間オリコンチャートでは最高2位を記録、年間オリコンチャートにもキャリアを通して初のランクインをするヒットとなった。アルバムからはリードトラックとしてフォーリングアローンが先行配信されたほか、フォーリングアローン、片思い、スターズ・イン・ザ・レーンの3曲のミュージックビデオが制作された。片思いのミュージックビデオには楽曲提供を行ったうち、沢とモデルの武井詩織が、スターズ・イン・ザ・レーンのミュージックビデオには、モデルの中田彩線と児玉太一がそれぞれ出演した。なお、タワーレコードで展開していたインストアライブシリーズは、タワーオブラバーズファイナルと題し、12月に12回目の開催をもって終了となった。11月、12枚目となる両 A 面シングル、茜さす、エバーラスティングスノーを発表。表題曲、茜さすは、テレビアニメ、夏目友人帳後、エバーラスティングスノーは発売直後に、情報番組、昼帯のテーマソングにそれぞれ起用された。茜さすのミュージックビデオには、女優の平田薫と俳優の高野八生が出演した。同月には、自身初の海外での単独公演となる、エメライク、Aデイドリーム台北を、台湾台北市にて開催し、日本国内でもインターネットライブ、ライブアットエニウェアの30回目の放送として、LINE ライブにて、公演本編の模様が生中継された。2017年1月、スペースシャワー TV 主催、スペースシャワーミュージックアワーズにて、ベストフィーメールアーティストにノミネート。2月、前年のビルボードライブツアー会場公演に名古屋、ブルーノート公演を追加したアコースティックツアー、M アコースティックライブツアー2017を開催。初日のビルボードライブ、東京公演と同日に配信限定シングル、凍えそうな季節からを発表。同曲は、テレビドラマ、奪い合い、冬のオープニングテーマに起用され、ミュージックビデオにはかねてから、エメのファンだったという女優の倉科香奈が出演した。3月、アルバム、デイドリームが、第9回 CD ショップ大賞2017の、準大賞を受賞し、受賞式にて、蝶々結びを披露した。4月、LINE 株式会社が運営するライブ、配信プラットフォーム、LINE ライブによる、プロジェクト、ポートレートフィルムプロジェクト第3弾企画として、アイスランドでの撮影のもと、映像作家の川村元気と関和明の共同制作による、六等星の夜のミュージックビデオが公開された。4月、フォーシームのマネジメント所属からagehasprings、直属の所属となる。5月、自身初となる、ベストアルバム、ベストセレクションブラン、ベストセレクションノワール2作品を発表。週間オリコンチャートでは、前者が3位、後者が4位となり、ベストアルバム2作同時トップ5入りを記録した。収録された新曲、歌取風月をもとに特別番組、エメベストアルバムリリース記念スペシャルラジオドラマ君の歌が聞こえるが制作された。主演を声優の梶裕貴と花澤香菜が務め、全国 JFN 系列、全23局の FM ラジオにて放送された。8月に、初の日本武道館単独公演となる、エメライブイン武道館ブランノアールを開催し、観客数1万3000人を動員した。また同時に、国内26カ所に加え香港、台湾、韓国の映画館にて、ライブの模様を生中継する、ライブビューイングも実施された。10月、13枚目のシングル、1、花の歌。六等星の夜マジックブルーバージョンを発表。本作は日本武道館公演で初披露となった1劇場版フェイト、ステイナイト、ヘブン、エスフィールアイ、プレセージフラワーの主題歌として劇中の音楽を担当する梶浦由紀が楽曲提供及びプロデュースを手掛けた花の歌、コニカミノルタプラネタリウム天空。東京スカイツリータウンのリニューアル記念タイアップのためにデビュー曲をリアレンジした六等星の夜マジックブルーバージョンをそれぞれ表題曲とするトリプル A 面シングルとして発売され週間オリコンチャートで最高2位を記録した。本作の発売に関しては7月にオフィシャルファンクラブブラニーノアール発足2周年を記念して生配信されたインターネットラジオブランイノワールラジオ内で、いち早く発表されたとともに、自身初となる、ファンクラブ限定使用版を発売することも、発表された。花の歌の、ミュージックビデオは、三木貴博が、リ・プレイの、ミュージックビデオ以来約6年ぶりに監督を務め、女優の浜辺美波が出演した。11月からは、全国ツアー、エメライブツアー17、18イベールを開催。全国15都市16公演を行い、総観客数は自己最多となる34,000人を動員した。12月、ライブ映像作品としては、初の単体発売となる、Mライブイン武道館ブラニの R を、ブルーレイのみで発表。2018年2月、14枚目のシングル、レフ、レーン、まばゆいばかり、を発表。表題曲、レフ、レーンは、テレビアニメ、恋は、雨上がりのようにの、テーマソングに起用され、大和裕樹が監督を務めた、ミュージックビデオには、女優の桜田ひよりとミス ID2008 グランプリ、受賞者で、女性アイドルグループ終演後物販の元メンバーである、うさぎゆうが出演した。もう一方の表題曲、まばゆいばかりはコッコが書き下ろしによる楽曲提供を行った。3月には、アンドロップのアルバム、コクーン収録曲、メメントモリ with ウェメにゲストボーカルとして客演。また同月からは、雨ざらしと共に、海外ツーマンツアー、雨ざらし、エメアジアツアー2018を、アジア3都市4公演を開催し、4月には、国内でも、豊洲ピットにて、追加公演を行った。6月、単独公演としては、自身初となる、オーケストラコンサート、M スペシャルコンサート with スロバキア国立、放送交響楽団アリアストリングスを、文化村オーチャードホールにて開催。続く8月には、公式ファンクラブ、ブラニーノ R 会員を対象とした自身初となる、ファンクラブツアー、M ファンクラブツアーへ、TA を、ZEP3 会場で開催。9月、15枚目のシングル、ブラックバード、タイニーダンサーズ、思い出は綺麗でを発表。女優の土屋太鳳と、芳根京子が主演を務める、映画、ルイ・マイナス重ねの主題歌に起用された自身初となる、実写映画主題歌、ブラックバード、ソニーミュージックレーベルズ主催の楽曲オーディション、ソニーミュージックプレゼンツ全国作曲コンクールから、採用された、タイニーダンサーズ、作品発売に先駆けて、新曲として、父の日にミュージックビデオが公開されていた、思い出は綺麗でをそれぞれ表題曲とする、AAA面シングルとして発売された。10月、2作目となる、ライブ映像作品、M スペシャルコンサート with スロバキア国立、放送交響楽団アリアストリングスをブルーレイと、DVD で発表。週間オリコンチャートで、ミュージック DVD ブルーレイランキング及び、ミュージックブルーレイランキングの2つで、過去発売された、全作品を通じて、自身初となる1位を記録した。また、発売同日より、全国ツアー、エメホールツアー18、19ソレイユイプリュイを開催。12月、LINE 株式会社が運営する音楽、ストリーミングサービス、LINE ミュージックの2018年間ランキングにて、片思いが BGM ランキング年間2位を記録した。2019年1月、16枚目のシングル、I Beg You、花びらたちのマーチ、セーリングを発表。劇場版、フェイト、ステイナイト、ヘブン、Sフィール2、ロストバタフライの主題歌として、前作の主題歌、花の歌に引き続き梶浦由紀が、楽曲提供及び、プロデュースを手掛けた、I Beg Youを含むAAA面シングルとして発売され、週間オリコンチャートで CD 作品としては、自身初の1位を記録した。同チャートでの女性ソロアーティスト CD シングル首位獲得は、2014年の岩佐美咲、友の裏墓場以来5年振りの記録となった。花びらたちのマーチのミュージックビデオは、湯浅弘明が監督のもと、かねてより、エメのファンであることを公言していた、日向坂46の佐々木美玲が主演、タレントの早瀬聡や工藤美桜が出演した。また、I Beg Youのミュージックビデオは、花の歌に引き続き三木貴弘の監督、浜辺美波の主演で続投となり制作された。シングルとしては2019年現在の時点で最も多い売り上げを記録している。3月、沢野弘之、NZK のアルバム、R よ、メンバーにゲストボーカルとして参加し、新曲、I Image を収録した。4月、5枚目のアルバム、サンダンス及び、ペニーレインを発表。サンダンスは、太陽をテーマに、1枚目のアルバム、スリープレスナイツ以来となるagehaspringsによる完全プロデュース作として制作された。また、ペニーレインは、雨をテーマに、揮発シングル曲でプロデュースを受けた梶浦、コッコらの楽曲に加え、前作、デイドリームでも提供を受けた TK による、プロデュース曲や、沢野博之、ヌジーク名義で、ボーカル参加した、アイメージのアレンジ版などを収録して制作された。週間オリコンチャートでは、前者が3位、後者が2位となり、また2作品と映像作品をバンドルした、サンダンス&ペニーレインでは合算され、年間オリコンチャートでは76位を記録した。5月、5作目となる配信限定シングル、スタンドアローンを発表。4月のアルバムリリースから1ヶ月にも満たない短いスパンでの作品発表となった。同曲はテレビドラマ、あなたの番ですの第一章主題歌に起用され、ミュージックビデオにはドラマにて、小野剛要役を務める女優の奈緒が出演した。6月、前年から本年2月にかけて開催した、エメホールツアー18、19ソレイユイプリュイの海外ツアーとして、エメソレイユイプリュイアジアツアーを開催し、最終日の東京公演を含めたアジア5都市5公演を行った。8月、17枚目のシングル、トーチズを発表。テレビアニメ、フィンランドサガの前期エンディングテーマに起用された。10月より、全国ツアー、エメホールツアー19、20ルージュデブルーを開催。2020年3月、18枚目のシングル、春はゆく、マリエを発表。劇場版、フェイト、ステイナイト、ヘブン、エスフィール3、スプリングソングの主題歌として、花の歌、I beg you に引き続き梶浦由紀が楽曲提供及び、プロデュースを手掛けた、春はゆく、国立西洋美術館にて、前年10月から1月にかけて開催された、日本、オーストリア友好150周年ハプスブルク展600年に渡る帝国コレクションの歴史のタイアップのために書き下ろしたマリエを表題曲とした両 A 面シングルとして発売され、週間オリコンチャートで最高3位を記録した。また、春はゆくのミュージックビデオは過去2作に引き続き三木貴弘の監督、浜辺美波の主演で続投となり、3部作の締めくくりとして制作された。4月、YouTube 公式チャンネルの登録者数の100万人突破と、シングル、春はゆく、マリエのヒットを記念し、スターリングチャイルド以降のミュージックビデオ10曲のフルサイズを公開。5月、YouTube 公式チャンネルにて、梶浦由紀のピアノ伴奏に合わせた、春はゆくのセッション動画を公開。6月、高と清水翔太が発起人となったプロジェクトリプロジェクトに安倍真央、彩香、健太、西シー、三浦大知と共に参加。楽曲、もう一度を YouTube にて発表。2021年4月、約2年振りとなる6枚目のアルバム、ワルプルギスを発表。9月25日、自身のブランドノクターンを掲げて所属レーベルをSACRA MUSICに移籍。同時に12月から放送されるアニメ、鬼滅の刃遊郭編のオープニング及び、エンディングテーマを担当することを発表。翌2022年1月には、両曲を収録した、シングル、残響散歌、朝が来るを発売予定。幼少期より、音楽に囲まれた生活を送り、小学校低学年の頃より、ミュージカル、アニーの劇中歌などに触れ、歌手になることに憧れる。自身で、能動的に初めて購入した CD は、アブリル・ラビーンのデビューアルバム、レッド・ゴーであると語る。好きなアーティストとして、アブリル・ラビーンの他に、スピッツ、シロップ 16g、戸川純、ザ・XX、ラ・ルー、マーカス・ミラー、ミシェル・ブランチ、ビオーク、コッコなどを挙げている。ライブ活動においては、メジャーデビュー直後の2011年9月9日より、インターネットライブシリーズ、ライブアットエニウェアを、公式サイト上や、ユーストリーム、ニコニコ生放送、LINE ライブ、ビリビリ動画などにおいて、不定期で開催している。好きな場所で、好きな時に、好きなだけをコンセプトに、様々な場所で開催され、2012年6月のボリューム10までで、約10万人の視聴数を記録し、2018年9月時点まで番外編を含め計35回開催、放送している。またゲスト出演も多く、過去にはキャンドルアーティストの内藤樹里や熊本県 PR マスコットキャラクターのくまモンなどが出演した。一方、観客を動員してのライブはデビュー以降2013年までは比較的少なく、2011年11月5日に行われたアニメNo.6ブルーレイ DVD 第1巻購入者特典の発売記念招待制イベントでのミニライブで観客の前での初公演を行って以降、主に作品の購入者を対象とした招待制という方式でライブを開催していた。2014年に沢野博之、ヌジーク、エメとしての企画ライブと単独名義でのワンマンライブを行って、以降は有料による興行も積極的に行っている。休日も音楽と関わっており、趣味の映画鑑賞からもインスピレーションを受けて音楽に活かしていきたいと語っている。10代後半の頃に見た今瓶監督の映画、パプリカが好きであり、作中内で使用された平沢進の楽曲、白子屋の娘から平沢進の曲の世界観にハマり始めたと語っており、平沢進をリスペクトをしていると、同じく、平沢進から影響を受けたと語っているダオコと共演した2017年1月25日のラジオ番組内で、平沢進の曲、仕事場はタブーを流した際に話している。日本音響研究所所長の鈴木松美は、エメの性質を、振幅揺らぎと周波数揺らぎが同時に発生している非常に稀な声の持ち主ですと分析している。著名人では前述の倉科カナや安倍真央、佐々木美玲をはじめ、西川貴教、モデルの松井美代、エゴイストのチェリーなどがファンを公言している。桑田佳祐は自身のラジオ番組、桑田佳祐の優しい夜遊びで、その年に発表された邦楽の中で、自身の選ぶトップ20に、あなたに出会わなければ夏雪冬花と、インセンドリームをそれぞれ選んでいるほか、写真家の加藤新太、漫画家の久保太斗、声優の庵野まれよの、フリップの幸子、歌手の青江いる、リサ、作曲家の梶浦由紀などにも評価を受けている。以下レギュラー番組、特別番組のみの記載とする。テレビ番組ラジオ番組その他のシングルオリジナルアルバムミニアルバムベストアルバム企画アルバムありがとうございます。